どうもー、本日は本日お願いします。では毎日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。僕はね、怒ってるんですよ、キイチにね、うん、いや違う違う違う、誤解を生むから。いや、キイチに怒ってるんですよ。僕はあのね、車を買ったんですよ。200万人行った時ぐらいに、あ、これ多分機動力ってすごい大切だなと思って、うん、車なくて面白い動画撮れないんだったら車を買おうと思った。はい、はい、でそれはもう俺運転できないし。いや、まあね、俺もなんだけどね。運転ってさ、あれ人のやることじゃなくない？あれはなんかロボットができるようになるの待つしかない。いや、で、なんでキイチに怒ってんのかっていう。そう、それなんですよ、うん、キイチね、面白いからいてもらってる。はい、あいつがいたらじゃあ普通に動画も面白くなるし、普通に生きてて面白いことが起きるし、今、まあ、現状言うと、うん、僕の車はボコボコなんだよ。いやいや、まあね、うん、それはまあキイチがね、あの車庫入れとくか、あの、うん、出す時とかにガンガンぶつけてるんですよ、うん、でね、落ち込んでるんですよ。俺の車ぶつけてる状態になっちゃってるよって。キイチ連れてきます。面白くて、うん、車ぶつけてるんだったら全然いてほしいけど、うん、面白くなくて車ぶつけてるんだったらいちゃダメじゃん。面白くなくて車をぶつけない人もいちゃダメだ。マイナスかけるマイナスみたいな人だからね、うん、だから彼は面白い、変にマイナスかけるプラスになったらもう変だよっていう、うん、面白くなくなっちゃってるから今、うん、ちょっと読ます。うん、キイチなんか問題出そう。あ、問題出そう。え、今どっち面白…今面白くなくてぶつけた人か、面白くてぶつけた人か、どっち？引け？申し訳ない。ナイス。そうなんだよね。やば。え、間違ってると、それ常識で生きちゃってるじゃん。車ぶつけて、いや、それでなんかその、普通の道で違う人見つけたりしたら、それは申し訳ない。いや、それは、それは絶対ダメだけど、俺の、さ、俺らの借りてる家で、俺の買った車ぶつけて、申し訳ないですって言って、面白くなくなってたら、それはもうやばいぞ。死刑だぞ。まあまあまあ。真面目なとこもあるからね、意外と。先輩の車ボコボコにするのも後輩の仕事だぞ。そう、Pさんですよ。はい、よろしくお願いします。ということで、査定お願いします。ボーイングメリー号みたいなさ。もうだめちゃめちゃ仲間みたいなもんだろ。はい、どんぐらいなんだろうね。ちょっと俺らも見つつ。これでもボケじゃん。これ消しゴムで消えるだろう。消しゴムで消えない。スニーカーとかによくこういうのあるだろ。ね、あるよ、ね、白いスニーカーガードレール。ピカチュウ、ピカチュウの、お前ピカチュウ引いたんか。え、ピカチュウの体液もさ、黄色いよ。リンゴの中身赤だと思ってるタイプの人。確かにね。あー、やばい、えぐい、えぐい、えぐい、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に3万の線形は全然距離は結構いい、け数十万キロぐらい走ってたらもうさすがに難しいって感じなんだけど、はい、まあ3万キロぐらいであれば中のエンジンオイルが汚れてるか汚れてないか見える。きっとこれは汚ね。おい、そんなに言わなくてもよかったな、別に。なんか、荒探し。買取が50万でしょ。僕、行けますね。さっと出しますか。行きましょう。はい、せーの。お !20.5、20万、24万。え、だって、あれ20だったら絶対買うもん。買う。僅差ですけど。ちょっと、じゃあ、ちょっと、聞く？普通に、ちょっと P さん来て。え、待って待って。使った人にジュースをジュース。すると僕が見た時の買取価格が、はい、変動もするし、全然人によっては変わる。なるほどね。で、即興します。はい、僕が見たフィットの査定額は、はい、ポン。巻き込み事故じゃん。では発表します。僕が見たフィットの査定額は、はい、ポン。衝突事故じゃん。じゃあ、もういい加減、じゃあ発表します。いや、お前俺のセリフな。僕が見た、あのフィットの査定額はゼロです。マジで。えちょっともう
一番面白いじゃん。ゼロ円の車この世に存在すんの？ブックオフに漫画売りに行ったみたいな感じだ。そう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 。え、じゃあさ、あれがもし傷なかったとしたらいくら？傷なかったとしたら、いや、そしたら1、2万とかはするかな。え、どこで減ってんの？やっぱ1万円の損じゃん。え、どこで減ってんの？やっぱ友達業みたいなんで、いくらになる？水溜りボンドじゃなくて、そのトミーと買った、普通に、うん、友達が大学の時からの友達が乗ってて、毎日楽しく乗ってるっていう、うん、で、キイチが運転してくれて、うん、なんかこう、みんなでなんか楽しく日々やってますよみたいな、うん、だから、ピーさんもだからこれ、友達として今査定して、うん、今その今ピーさんがどんくらい出せる、うん、あ、だったら、ゼロゼロじゃん。いや、どうかしゼロじゃん。普通にどうなの、普通に就職する前の P さんがあれ見たらいくらって俺らのいくら払うとかね。あれ、P さんに俺が押し付けたらいくら払う？ゼロ。100円もくんない？だってゼロ、車の中に150円ぐらい押してる。めちゃ10万って言って10万って。10万はいけんの？いや、ゼロ。ゼロ。なんで？めっちゃなんでゼロなの？話してんのが無駄。ゼロ円の車ってタイトル強いもんな。どんな車って言って、普通の車買いって。何のメッセージ性もないんですけど、はい、別にその僕は本当にそういう気持ちで車を買ってるんで、うん、キイチが悪いわけではないし、僕らも別にキイチこんな悪いことしたんだぜって見せるために撮ったわけじゃなくて、普通に僕らこういう気持ちで車を買い、別に今後も別に普通にその面白い動画を撮るために活動していくんで、はい、0円の車に乗って活動してるコンビ、うん、ということになりました。ということで、はい、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。